風の吹くとこで火をつけるのは算数を解くよりずっと難しい。ガンビって言ってる白樺の川にまず火をつけて始めるんだけど、父さんはほんのお札ぐらいのガンビ一枚で火をつけちゃうんだけど、僕の場合は10倍はいるので、火がつかないと風呂も炊けないし、湯たんぽ代わりの石も焼けないし、あ、これが僕たちの湯たんぽです。これが父さんの、これがホタルので、こっちが僕の。この石をよく焼いてボロ切れでくるみ、湯たんぽ代わりに抱いて寝るのです。つかない、ダメだ、どうしてもつかない。朝は早いよ。山作業に出るんだね。山作業って何ですか？六はもともと東大庵修理の土地だからね。増材の時期には人手が生んでいるんだ。俺はその時期、増材現場で働くのを条件に昔開拓を許されたんです。どんなことして働くの？木を切る。これで大丈夫でしょう。ああ、辰巳さんが5時に迎えに来ます。ありがとう。いえ、それから笠松のじいさん知ってますよね？木野さんが？ええ、こっち来てから挨拶しましたか？いや、なんだよ。いや、まあちょっと変わり者だから気にしないようにって、うちの常務が。誰なのさっきの笠松さんって？ああ、いや、ここの古くから行く人さ、昔親父の親友だった人だね。あ、知ってる、正吉くんのじいちゃんだ。変なまずるくて有名なんだ。何、純、変なまずるいって。あ、知ってる知ってる。ずるいって言葉あるっしょ。うんとずるいのがまずるい、もっとずるいのがへーなまずるい。うん、その人そんなにへーなまずるいの？もう言うべ、みんなそう言ってる。関わったらえらい目に遭わされるって。純くん、君は会ったことあるんですか？会ってはいません。だけど相対兄ちゃんもスラさんも。会ってもいない人のことがどうしたわかるんです？だけど中畑のすみれさんも。人がどう言おうと尻馬に乗って他人の悪口を言うもんじゃありません。しかし君はつべこべ喋ってる前にやることがいっぱいあるんじゃないですか？ホタルがちゃんとできるようになったのに君は火一つつけられないんじゃないですか？自分がちゃんと一丁前になって人の批評はそれからになさい。おい、ホタル、キツネの来る時間だ。残りも集めなさい。一緒に行こう。やった。あれでしょうかね。
父さんはあれ以来なんとなく冷たい。あれ以来っていうのは、この前東京から母さんの使いの弁護士さんが来たことで、僕は父さんがかわいそうになって、母さんの出ている電話にも出ず、そのまま帰ってきてしまったんだけど、それでも父さんはこだわっているらしく、ホタルに対するのと僕に対するのと、なんとなく接し方に違いが感じられ、キネさん。しばらくです。あの、早いとこ挨拶に行こうと思いながら、なんやかんやでつい遅くなっちまって、よろしくお願いします。教えてくんないんだ。純子教えてあげなさい。あ、そういうことか。分かった。サンキュー。はい、よくできました。100点。いい子いい子。正吉くんは、正吉くん、ここはこれでいいの？わかんない？こうじゃないの？だから答えはこうだ。違うでしょ。こうだ。そう、はい、よくできた。100点。ありゃないよ。どうして？いいじゃない。よかないよ。カンニングは OK だ。さ、間違ってるところは全部直して、それで100点じゃさ、テストの意味なんてありませんよ。いいじゃない。だってほら、このホタルちゃんの直された後ちゃんとわかるもん。あとが分かったって。100点は100点。これじゃ勉強する気が来ねえよ。ホタル、集む。黙ってろ。もあ、あ、いやいやいや、どうも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 、あんまり気にすんな。じゃあ、おやすみ。お疲れさ。なしたの？あ、笠松のじいさん、なんかゴロに行ったらしいんだ。なんだって？わからん。
帰るまでに沸かしとけって言ったはずでしょう。下手なら下手なりに早くからやりなさい。はい。こちらテストで100点取ったんだよ。あんなの全然インチキじゃねえか。だって100点だもん。直してもらって100点じゃねえか。だって運転は3つも直されたんじゃないか。実際は3つ引かれるわけなんだから70点しか取れねえな、ほんたれ。純くん、少し静かになさい。はい。おかわりよ。ねえ、明日ソータさんが乗っけてってくれるって言うから富良野まで買い出しに行ってくるけど、ジュン一緒に連れてってもいい？ボクシングの練習見せてくれるんだって。うん。ホタルちゃんは本当に行かないの？行かない。どうして？どうしても行けばいいのに。行きたくないんだもん。ホタル、キツネ見に行こう。そんなことないわ、大丈夫よ。ルル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 。まだ早いのかな。切れちまって何も言えんさ。何がですか？誰に断ってあそこに住んでるんだ。誰にって、だってあそこはうちの。あれはオラの土地だ。本当ですか？お前の親父は気の毒なことした。親炭鉱でみんな死んじまうし、お前は勝手に東京へ逃げ出すし、助けるもんが誰もなんから、オラが金出して最後まで見とった。あの土地はその方にオラがもらった。どうしたの？いや、兄ちゃんはいつもと違ってピリッと閉まってた。聞いちゃっていいかな？何をですか？だからよ、聞いたこと言うな。聞いちゃう。誰がいるのか？ですか？ゆっこさん、これこれ、うん、痛みたいですよ。だべな、いるべな。周りがほっとくわけねえもんな。でも今いないんじゃないんですか？どうして？なんとなく頭俺のことのせいあってな。本当？わかりませんけど。
オラのことどう思ってると思う？恋持ってるんじゃないですか？ママずるく出てみた。腹減ってねえか？なんか食うか？できるわ、ホットドッグ。ホットドッグな。ホットドッグ、あの、うまいやつ一丁。いや、二丁。あ、やっぱ一丁でいいや。だけど。うん？気にしてないんですか？何？つらさんのこと。ゆきちゃんが？ええ。どうして？知らないけど。気にしてた？まあ、感じとして。でも大丈夫ですよ。なんとかなりますよ。どうして？こういうことはまあよくあることだし、ほっとけばなんとかなるんじゃないんですか。おい。はい。おめえいくつだ？家帰った時、父さんはまだだった。二人の話だと、辰巳のおじさんのことつてで、父さんはよそへ参るからということであり。昨日の話は、あれは本当なんですか？本当だ。それとも、土地の登記も進んだんですか？登記はしてね。それでも譲るっつったんすか？そうだ。あそこはもともとお前の親父と俺で長いこと苦労して開いた土地だ。親父、とっさんにいくら借りたんすか？当時の金で50万ちょっとだ。借用書か何かありますか？そんなものは取らねえ。それじゃあ誰かその時のことを。対等の石松が立ち会い人だ。え、石松さん今どこにいますか？石松は死んだ3年前の春。バカバカしい。冗談でねえわ。大地黒板のおじさんが笠松のおじいちゃんにお金借りたなんて、そんな話聞いてないよね。ああ、大体なんでお前の親父が笠松のとっつぁんに金借りるんだ？知らないけど。ただうちの親父とも笠松のとっつぁん開拓時代からの親友だったし。デタラメだよ、デタラメ。そんなこと五郎さんありえないわ、全然。しかし、分かった。そのことなら裏からとっつぁんに話しつけてやる。まったくとっつぁんもなんちゅうか、へなまずれ。どうしてああいう性格なんだかな。預けてないですね。君には物のありがたさってのが全然分かってないみたいですね。これだけの分は君にとっては一晩でもしまう量かもしれんが、普通の人だったら一週間分は十分持たせます。それを君は。ごめんなさい。私、犯人は私。
何言ってんの。どうしてじいさん今日来てねえんだ。ああ、ゆうべ一発かましてやったのさ。あのことでか。なんすか。俺はそんなこと言ってねえって。嘘をつけって言ったんだ。いい加減にしろって。ああ、五郎がこっち移ってくるにあたって段取りつけたのは全部俺だ。もしもそういう事実があったら俺が責任を取らなければならん。本当にそういう事実があったのかって。なんつった。ブチ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 口の中で言ってた。親父さんが死ぬ前に用立てたとかなんとか。本当なんだろうか。嘘さ、決まってる。借用書も何もあれしないんだ。何もなしにあいつが金貸すか。要するにあいつは根性が悪いんだ。へなまずるくてどうもだが。ほっとけ。あんなもん誰も相手にしてらんわ。母さん、山仕事に来るなって母さん言ったんかい。いや、そうじゃない。拗ねて出てこんだけよ。何、明日にはシャレッと出てくる。おい、おい、行こう。まあ、気にすんだ。もうそのことは忘れろ。なあ。おい、大丈夫か。僕が初めてその人に会ったのは、その日の夕方だった。ゆっこおさんとおたるは二人で、たつみさんの家へ、漬物の仕方を教わりに行っており、僕は一人で上達しない火の漬け方を練習してたわけで。マイクつかんか。はい。これでつけるんだ。はい。あ、マッチは無駄遣いにするな。一歩でいい。うん、うまい。その人は少しお酒の匂いがした。昔はずっと嘘をたるもんしちゃった。ここがですか。駒が遊んどった。ここらで。ああ、もともとここらは熊の土地だった。人間が来て勝手に熊を追い出した。
あの奥に古い切り株がまだあろう。はい。500年は経っとった。カツラの大木で。わしらがノコで切り倒した。それは吠えるようなすごい声立てた。あの声はまだ耳についとる。声って何の声？木の声。倒される。木は倒されるとき大声を上げる。セッションも随分した。そして開いた。一旦開くのに何年かかったろう。間と木と粗末な道具と。ママもうおらん。そして若い者はみんな土地を捨てる。わしらが折衝して切り開いたこの土地をじゃ。駒や木や馬に何と申し開く。人間は勝手じゃ。もっと薪を入れろ。のじいさん、昔ばあさんが生きてた頃は仏の絹さんで通ったんだけどね。その晩僕んちは久しぶりに明るかった。辰巳のおじさんたちと熊さんも来て、それに蒼太兄ちゃんも一緒になり、みんなでお酒を飲み始めたからで、父さんも久しぶりに酔っ払っており、まあまあ、だけどよかったじゃない。ああ、肩ついて。笠松のとっつぁんかい？笠松のとっつぁんでしょ。もうあいつだら参った。どうしようもないもな。どうしたの？この土地はお前自分のだと言い出しやがってよ。どういうことなの？いや、それがよ、五郎さんの親父にその金貸した。だからその方にこの土地もらった。あ、だから証文もなんもねえのよ。だからその、どうしたの？さあちゃんちょっと呼んで。自分で入ればいいじゃん。呼んで。もう。入ってこいって。入れば。ちょっと来てほしいって。ちょっとだけ呼んできて。待って、お願い。分かった。
それで、まあ、その日が出たら山盛りも出てこなかったなぁ、ふてくされてよ、ふてくされてそれじゃ熊さん、あれじゃねえかあぁ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 全然飲んでねえんだよぶちぶちぶちあぁ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 いや、あの寒いじゃないか、出たら入ったり誰かいるのいや、あのつらら、入ってくればいいべつらら何してんの、そんなとこ入んないよ、つららちゃんどうぞよ入ればつららえあなんだ、あのバカ入ろう入ろう。あ、寒い。はがる。あ、疲れる。あ、なんでもない。いや、だから、それでさ、中ちゃんに言わせると、笠松のとっさんは、あら、娘がいたべや。緑さん。その娘にも逃げられて。その娘の子供が小吉。うんうん、あ、純ちゃんと一緒の学校だ。そう。つららさんの気持ちがなんとなく分かった。みんなのところに入り込めないで一人で消えたつららさんの気持ちが僕の中にも似た気持ちがあった。それはつららさんがそっと兄ちゃんから避けられていると思ったように僕も父さんから避けられているからで、それに、この前お父さんは笠松のおじいさんのことを絵のむずるいって僕が言ったら他人の悪口を言うもんじゃないって目の色変えて怒ったくせに、今は自分が悪口を言っており、それは明らかに矛盾なわけで、第一、今日見た笠松のおじいさんって人は決してそんな悪い人とは思えず、それをみんなで悪口言うのはどう見てもあの人がかわいそうであり、あの人も僕やつららさんと同じ人から避けられる部類の人で、けこちゃん、お母さん、僕はこの家では明らかに一人だけ嫌われており、
気が落ち着いたが、え？何すんでんだ。なんであんなことした。ホタルがせっかく鳴らしとったんだべ。ホタルに何か恨みでもあったんか。僕は何よ。父さんに嫌われていて、父さんは蛍だけを可愛がり、おじゃん、二度とおらの前でそういう反感臭いこと言うんでない。いいか、男だら絶対言うな。言ったらお兄ちゃん、たてすまさん。どこの世界にてめえの子供、分け立てするような親がいる。男のくせに甘ったれんな。お前の親父は お前の そういうところを叩き直したくて一生懸命冷たくしてんだ。お前の親父は不器用な親だから、そういうふうに冷たく見えるんだ。勉強できんならそのぐらい分かれ。この本当は反論したかったんだけど、僕は反論することをやめた。なぜかというと、兄ちゃんの言い方がとっても優しく僕には聞こえたので。行くぞ。言い方は乱暴でも、兄ちゃんという人はとても男っぽく僕には思われ、家に帰ると驚いたことに、父さんは一人でまだ飲んでおり、お兄ちゃん、湯たんぽ、父さん、あれから雪子おばさんお兄ちゃんのことで叱られたんだよ。
父さん言ってたよ、お兄ちゃんのこと好きだって。怒ってるか？キツネのこと。怒ってない。大丈夫。キツネ。きっとまた来る。あら、まだ寝てないの？父さんは？もうダメ、酔っ払っちゃってブチブチ言ってんの。その晩から本格的寒波が来た。蛍のキスネはあれっきり来なかった。